こんにちは。こんばんは。今日は映画を見に来ました。何かというと、記憶にございません。三谷幸喜監督作品。僕らはね、三谷幸喜作品の映画は全部見ています。今まで。全部見てます。当然ですよね。ラジオの時間、みんなの家、マジックアワー、宇宙天ホテル、清洲会議、ギャラクシー街道。宇宙天ホテルはザ・宇宙天。ザ・宇宙天。ザ・宇宙天ホテルやけど、宇宙天のウーが母音やから、それやったらほんまにジ・宇宙天ホテルになるけど、ズリで WO の、ワオの方の宇宙天って言うてもらってます。おぉ。それと、三谷幸喜監督じゃないけど、脚本作品として、笑いの大学と、12人の優しい日本人がある。あと、龍馬。あ、龍馬はそうか。うん、龍馬の仕事。その愛人みたいな映画もありましたね。全部見てます。すごい。そんな中、何年ぶりの新作？結構空いたよね。4年ぶりそんなに？3年ぶりぐらい。やっぱり我々、三谷幸喜の政治ものといえば、総理と呼ばない。そうだ。総理と呼ばないっていうドラマがありました。見てましたね、当然ね。それ古かった。でも、田村正和です。うん。まあそこを思わせるんだけど、まあ、そう、かぶせてくるとこもあるだろうけどって感じだよね。うん。まあちょっと違うんでしょうね。たくみくんはなんでこれを見たいと思ったんですか？興味を持ったんですか？三谷作品なんで。おぉ、それは僕らに読されてるね。皆さんもぜひ三谷作品を見てください。では、行ってきます。ドラフト！ありがとうございました。はい。あれディーン・フジオカじゃないですか。言おうと思ってた。あれいや、ほんま、あんな、さんそうそう。あんね、うん、僕最初さ、最初、真田広之のなんか、ぽっぽかったやん。みたいに作品で言うと。わ、わかるかなあのキャラ。で、あの、古畑とかの、キャラ的に。でも途中からな、うん、あれ、匠やんって思って。それはね、それは思う。キャラとか、あのなんか、乾いた笑いとか。キャストね、あの、ああ、これ言いたいなと思ってたんですけど、まあ、ローリーさんとか気づかない。あ、僕は全然最初から気づいたよ。最初に出た時に。ローリーやと思って。ローリーってもう派手だよね。ローリー寺西ね。牧原紀之のいとこ。が、まさかの奥さんの兄をやってる。うん。ギターがうまいシーンギタリストだからね。役者じゃないから。無駄にギター弾いてました。無駄です。まあまあ、あの、サンシャインボーイズメンバーがね、いろんなところで出たのが面白かったんですけど、近藤さんが最初のカラー。ああ、酔っ払いに。で、あの、籠池さんモデルにしてると思われる、梶原善の。うん。あ、籠池さんの僕な、横山ノック見えたね。風貌にもですね。横山ノックわかる、うん、名前は。うん。あの、車の中どうかな、私でしたね。小畑ね小林隆史だな、もう朝。の服装はあれは、あの平成初期に流行った省エネルックです。ああ、そう。クルビズの、あの、20年先取り、の前、あのクルビズを先取りしすぎた平成初期の、あの、実際にいたあの人。実際にありました。あの、スーツごと切ってた、あの、肌総理とか、海部さんとか、そういうところの、省エネルックが元ネタですよ、わかる。そうなのよ、ね。まあ、サンシャイン、ちょっと順番あれです。サンシャインボーイズメンバーのエンディングロールで気づかなかったのはアナンさんがいるんですよ。アナンさんは、最初に記憶なくした時に、なんか、食堂に食べに行って、お金はいらん、じゃあ早く帰って、早く出てってくれって言った時に。言ってたあれだよ。はい、その日も一人出てるんですけど、食堂で映ってるテレビに、うん、アマミユージ出てた。あ、そうですか。女信長の二番煎じの女西郷隆盛っていうので、番宣で放送っていうのをやってるらしいけど、人が出ないから見えない。これはコラムを読んでください。ブルーレイやな、これは絶対。どっかで使うかも。うん。山ちゃん、声の出演。そう、声の出演で山ちゃん、山寺浩一さんが出てた、あのテロップに出た。一発で分かりました。気づいた？僕も気づかない。国会中継を始めます。あ、それか。あ、そうか、そうか。もっとハードな時ありますかね。山ちゃんを見つけろ。動物の声とかね。鳥の声とかね。最後のオチとしては、あの、もう一パターン、もしかしたらブルーレイに入れるかもって言ってた。あ、そうなの？あの、最後のスリングショット、パチンコが、鶴丸官房長官に当たって、鶴丸官房長官が記憶喪失になって、ドタバタ、なんだこりゃ、みたいなエンドも用意してるらしい。はぁ？マジで？あ、鶴丸で思い出したけどさ、草刈正雄さんと、はい、小林隆史さんの最初の方にね、ツーショットがあって、
朝ドラやんと思って。今の朝ドラですわ。夏ドラ。記憶にございませんっていうタイトルそのものが逆説的に、ね、うん、途中で記憶が戻ってるっていう。うん。ダイパーのところですね。宇宙行く。でもあれは、あ、これ戻るなって、みたいな。まあまあ、そうやね。あのフライパンで殴られた時点で、これ戻るんちゃうかなと、言ってきたよ。大事な名前が言える。うん。で、ルワンダ語が言えるっていうことですよ。うん、最後ね。そっかそっか。そうですよ。ちょっと見方変えた話していい？シナリオ作りっていう点から言うとね、あの、主人公が記憶喪失っていうのは、すっごい使い勝手がいい。その、あなたは何とかで、今、何々で。説明。あの、話に、不自然なく説明できるから、あの、とても想定が、場面想定の説明とかを観客に置いてけぼれにせずに、話を持っていける、ストーリー展開させるっていう点ではすごいいい方法やと思うし、主人公と感情移入できるっていうか、同じ視点でね、見れるっていうのがね、いいことやなと、なんかいい手だなと思うので、なんかやりたい。ミュージカル、はい、日本の歴史に出た宮沢エマが通訳でした。あ、そう。通訳あれ誰やろうと思ってて、で、ね、テロップ見たら宮沢エマって書いてて、宮沢エマさん僕らはあの、最近にあのミュージカルで見たんで、全然違う、めっちゃ歌うまいし、演技のできるキャラ、人なんですけれども、あんなキャラで出るとはっていう、気づかなかった。あ、あんたしてたんかでも。おかしいな。三谷マニア的な。うん。着眼って言いましょうか。うん、ドミソピザ。あ、ドミソピザ出ました。12人の優しい日本人に出てくるピザ屋の名前がドミソピザなんですね。で、僕らもね、その、いやいや、そのピザ屋から使ったネタから僕らもコントでピザ屋使ってますからね。あれね、大事なことはですね、どこも舞台が日本って言ってないですね。国旗が飾ってあるし、もう我が国、日本ではないです、ね。うん。アメリカ。米国しか言ってない。あ、いや、アメリカは言ってたでしょ。アメリカンチェリーとは言いましたけど、アメリカとは言ったかな、うん、アメリカとは言ってないなと思って。いや、言ったことない。あ、そうかな。アメリカンチェリーは言いましたね。そう。架空のね。たまたまです。たまたまですっていう最初に出てきました。面白かった。ただ、三谷ファン以外はどうだったのかな。あまり面白くなかったんじゃないのかな。たくみくんは率直な意見は？いや、普通に面白いですけど、まあ独特な展開、回し方。ということで、映画って本当に面白いものですね。それではまたお会いいたしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。みんな不倫してますよ。まるで。